どうもボ、えー、ボビーアトレザーのボビーです、ねえーアレのねえた多分これはライブいけてるかなあっ始まりましたね。えー、今日から3月ですよ3月。ねえー、なんか春に近づいてきましたね。えー、なんかこう今日も一瞬ね外出たらですね、えー、ポカポカ陽気やったんでね。 え今日はほんまはお散歩日和な感じですけどねまあ,あのこの暗い、えー、このね <laughs> 隠れ家のようなあボビーアトレザーのですねアトリエからですね、えー、今日もお届けしております。 まあ昨日はちょっとですね、えー、同じ配信の時間にですねちょっと他のことをやってましてね、えー、ちょっと配信はできなかったんですけどもまあ,あの別に毎日配信言うわけでもないんで,あるんですけどねもしあの仮にもですね日曜日の弾き語りをですね楽しみにしてたのにっていう方がいましたらですね、えー、またメッセージくださいあの書き込みしてください楽しみにしとったでとかねそれ、うん、からもうあの。 ね、聞きながらですね、えー、またハートのマークですもんねあのガンガン押してもらえればなと思います。ううなずきのようにね、えー、ということでですね今日月曜日ということで、えー、革製品のお手入れということでねあのそのあの生配信してみようかということで,いうことで,ですねよくあの聞かれたりするんですね「あのレーザーってどんなしてどういう手入れしてたらいいんですか?」とかあまあよく聞かれます。 多分こういうね作ってる方なんですけどおケア専門ではないんでね、えー、ですけども、まあ、レーザーを普段扱っているということもあってですね、えー、普段まあ僕がああの、まあ、さらっとねやってるようなこと,ことぐらいもう軽くですね、えー ね、実践しこの画面越しにワンカメで申し訳ないですけどね <laughs> なんかこう,こうしながらあ実践していこうかなと思いますそれではですね、えー、まあ普段使ってるものとか言ったら、えー、まああのー、そうですねまあた、まあ、僕がもうふ、えー、まあ帽子もいつもねかぶってますよねまあ例えば、あのー、これあのスマホをねケースですよスマホを入れてる入れ物ですねこの中に、まあ、ちっちゃなミジスンバッグですね まあこういうものはですね。あの毎日基本的に触れてるものとか、あなんかこう持ち歩いてるものはですね。えー、ま、汚れっていうのは多少は出るかもしれませんけども、基本的にはですね。あのこう、毎日こう手触ったりするでしょ。えー、触れたりとかするので、まあ、多少のその経年変化にはこうなりますけど、あの何ていうんですかね？ あのほ,ほこりかぶったりとかあなんかこうカビが生えたりとかあそういうのはですね、えー、基本的には大丈夫ですね。あのー、なまあ普段ほら僕ら人生き物じゃないですかこ油,が油分油分とかあるんでね、まあ、そういうものでふだんほらこう触ったり。 するしあとあのー、こ,これもまあ腰にぶら下げてるんでまあ普段ねもう365日、えー、僕はまあジ,ジーンズを履いてるんですけどねジーパンにこうこ,こ擦れたりあの上着例えばこの上着のパーカーにこうここ普段からこう擦れたりとかしてて、えー、そこそこ綺麗なんですけどねじゃあこれにですね、えー、まあ、えーまあ普段財布でもそうですし、えー、まあどういうものであまあ手入れするかっていうとですねまあちょっとこれはああ まあ、あのちょっと後でしましょうか。だからですね、うん、最近久しくううこう触ってなかったこの、えー、システム手帳のカバーですねこれももうだいぶ昔作ってもう,もういい感じになってますね。あのよくあのこれ初めて見た人が見たら「ハリー・ポッター」って言われますけどね「まあ、ハリー・ポッター」もそんなに見たことないんであれですけどなんか出てきそうな「ハリー・ポッター」に出てきそうなって言われるんでね、まあたまあ、これをですね。 えー、ち,ょっとちょっとだけこれもまあ,あのほらこう触ったりするでしょ。でやっぱりこう,もうあの油分っていうのはね、うん、あとまあこれがザーザーぶりに濡れたりとかしてたらまああれですけどまああのー、こういうところにですねえー、こうほこりがたまったりも若干やっぱありますわ。うん、ちょっとあのこれテーブルの上に、えー、ポンと置きっぱなしなんでね。 でまあ靴とか磨く用の,あの汚れ落としっていうかな歯ブラシのものすごくでっかいようなやつがこうあるんですけども別にそれがなかったとしてもおいいと思います僕はそれ持ってません <laughs>、えー、普通の歯ブラシの使い古しのとか使いますけどね、うん、でまあまあ普段アトリエに置いてるのがこれですよこれ何が言ったらあの、えー、僕はあのディスプレイデザインの,のこのですね、えー、スケッチ描いたり、えー まあ図面を描いたたりししてたわけでですよだ消しゴムのカスが出るでしょだこれでファッファッとこう製図台の製図板ってあ,るあってねこうこういうやつ製図板のあ T 字ょうぎを置いてでまあそういう,うねその時にこれ使ってたものが、まあ、ずっとおもう何十年とこう使ってるんでね使えるんでね例えばここのこ,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 こういうところですね、えー、使ってですねこんなこんなして、えー、ちょっとこうほこりをまあこう取り除いていきますねこんな感じでね。うん でまああのー、まあち若干こうまああんま,、まあ、あんまりきれいにきれいにきれいにせなあかんないけどねこれ掃除してるんやからねこの配信でせなあかんないけどまああのー、まあこうやったとしましょういう感じにしましょうか。でまああのー、普段まあ使ってるものとかでしたらあのー、こういう表面をね、えー、ワックスとかかけなくても。 おまあ、パサパサやったらちょっとワックスかけようかなっていうあのなりすぎたらちょっとあれやけど、まあ、ぎあのあの触らなさすぎたらやっぱりねかん肌としてと乾燥してしまうんですねう潤いなんかあの分かりますよね潤い感がないっていうかあの,あの肌にツヤがないっていうかあのそんな感じになるんですよねでこれはですね、えー、まああのー もし、えーね、奥さんのストッキングとかのねもうあのや伝染したストッキングとかがあればそれを借りてですねこ,こ,こ,うおこういうところにね優しくこう撫でるようにしてつや、えー、を、ね、やったらつやは増すんですねこの細かいこの繊維はこうなんていうんですか磨,磨くんですよね。あのでそれかあのあのフリースって昔は流行りましたね。 まあ今でもあると思うんですけどフリースのユニクロのでものすごい熱やろうなもう相当おかしいけど各色いっぱいあってあの一時期いろんな人とおそろになった記憶がありますけどねあのそういうフリースとかでもいいですねフリースとかでもこうねカットしてウエスにしてねでもあのこういう感じでえふあのこう細かい繊維なんでねあれも。 でこう拭き取るといいですねで僕の場合はですねあのこれですね、まあ、こ,れこれ何書いたらこれムートンですよあのムートンのあのね,こうほらあのねミリタリージャケットにこうあるでしょあ,のあったかいのあ,あれのこれねはぎれなんですけどねそね例えばまあこれこのままやったらあれなんでまあはさみであの大体でこう、うん、カットしてねここカットしてまあねっ粉が出るけどね まあ,まあこれね、こういうムートンでですねこういう感じでね、こう、優しくね、優しくこうこすっちゃダメよねこすらずにですねえーこういうところですね何んんですかこう磨いてあげるんですねこういうと時にこのエキゾチックレザーのとことかええ感じになると思いますね。 こう,こう磨いていくわけですよね。あんま変わらへんかなこう見た目がねあのこの画像やったらねあのなんか英漢字なってもわかります。あのもし、えー、ご覧になってたらですね、えー、何ですかあのまたごごあの何ですかあのハートマークなりあのコメントなり、えー、していただければ助かります。あの僕のパソコンではですね、えー、今どういう状況になってるのかがあの <laughs> 配信されてるんやのなという体でやってますけどね、えー、あの。 ね、こんな感じで、まあ、昨日、あのね、えー、ライブ配信があできなかったんで,、ね、であのその時間もですね、えー <laughs> えー、あのコンサートを見てましたね、うん、でこんな感じでねまあもうあのー、別にここに汚れがつくわけでもんでもないんですけどまああの何ですかこう。 えー、いい感じでバフがけみたいなもんですかねバフがけうんそんな感じであの何、ー、ですかこうこんなこと喋りながらね、えー、綺麗に、えー、なんかこう深みが増してきますしねやっぱこう楽器でもそうですけど磨いてやったら栄養とかするかのような感じでねなんかこうこういう身近なものをですねこうお手入れするとですね、えー、気持ちまでフレッシュになりますね。<laughs> 分かりますかね伝わりますかねではですね、えー、じゃあふ、えー、も使ってるもん,もんなんですけどこれもおやってみましょうか黒いもんなんであれですけどこれあのー、あれですよコインケースっていうか、ね、ボ,ボ,ボビー・アート・レザーのおー、ねあのー、人気商品ですけどね、まあ、ここコインをパッと入れてねまああのー、です,ですこれもまあ あのー、もともとこういうエナメル質なものなんですけどもねエナメルの革なんですけどっ使ってるうちにいい感じには <laughs> なってきてますねやっぱこういい感じで擦れてねカバンの中でね、うん、だけどこれもまあせっかくやんでね、えー、こ,のこういうステッチのところへんもねこういうふうにしたらね、うん、ようなるんちゃうかなうんなんか照りが出てきましたよでそうですね やっぱこうお久しく触ってなかったりするものもあるじゃないですかなんかないかなあらかじめ用意はし,してたんですけどねまあそういう時にはまあいろいろ靴屋さんに言ってるようなあの何でもあるじゃないですかこうスポンジがついてあのカパッとなってあの写真がないからあれですけどああいうでも僕は十分あのいいですけどね。うん まああのこういうこれドイツのラナパーですねこれバー油ですねこれオイルをちょっとこう入れてみましょうかねこれをねここスポンジをですねこうでちょっとこうあべったりべったりは塗らないでくださいねべったり塗らないでくださいでこれをですねえそれこれをねちょっと磨いてみましょうか一度も磨いてないんでねこれ磨かんでもまあいい感じなんですけどまあこんな感じがですねどういうふうになるか。 フラップのところですねこうしたらいきなり、えー、深みのある色になりましたねやっぱこれこれですこれは黒いもんにやっぱり分かりづらいですかねさっきよりもビカビカになったんですけどねこれはもう、うん、オイルをこう足してあげるというかちょっと含ませてあげる感じかなあの潤いを与えてあげるというかあ化粧水を入れてあげるというか肌にね、うん、乳液というか。 うん、まあ,あのベタベタにならないようにはね心がけてくださいねでこういう感じでね、えー、普段僕もあのー、そのこれはこれで今ね粗くやってるように見えてあのまあまあ,あのちょっと丁寧にはしてるんですよ。こ <laughs> ねこんな感じで、えー、ね、えー、こう研いでいくようにっていうかあのいあの少量でも染み込んでいきますから。 であんまり、ね、この,あのオイルが入れすぎたら、あのー、逆に、えー、カ,ビっぽカビが入ってきたりもするやろうし、えー、の原因にもなるやろうしねあんまりよろしくはないですからねあとなんかもうベタ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 ,ベタするしね、うん、それよりもお適度にこうおー潤いをねやっ,ぱやっぱパサパサになってるところをこう,おこうちょっと入れ,て入れてあげるっていうかね、うんまあ、例えばこ,こ,こんならもうパサッとしてるでしょ。ここ こういうとこでもねちょっとこう,ねこ,うこうやってえね入れてえあげたらですねもうあのほらねほらこんなに <laughs> なんかテレフォンショッピングみたいな感じでできたらいいんけどねでまああのまあとはもう,こう触りながらなんですけどまあんんこれまあ仕上げを飲んでもいいだろうしねうんあの僕はあのそのまま。 使いますけどそれかあのこのねあの先週も先週やったかなお話ししたあ,あれですよセーム川ねセーム川でねあの僕はあ,のあれからですね、えー、お風呂で <laughs> 顔を洗顔する時ですね、えー、これこれもねあの使ってますよ、うん、ちょっとあのまあ夕方なんで違うテカリが <laughs> あ,のあるんですけどね、えー、まあ いい感じにはなってきてると思います。うん、ね、まあお肌の曲がり方なんでね、もうね。 まあ、あのこういう年経年変化は大還元なんですけどね、えー、自分の体の経年変化は経年劣化になるような気がして、えー、それも愛せるようにはならないかなと思いますけどねできれば手入れしながらこう緩やかに緩やかになりたいじゃないですか、まあ、これもそうですよあのドーピングするような感じでね無理やりこうなんかこう肩をつけて擦ったりというのはあやっぱりダメージを受けますねあのダメージジーンズみたいな感じにするのはねレザーはね。 やっぱりこう、時間と、おに、が、お、ひと、ひし、えー、等しくね。えー、一緒に、えー、成長してもらいたいもんですね。まあ、こ、まあ、この感じでね、えー、しっとりとしてますけどね。まあ、これを。まあ、もう、こ、コロナ毎日使ってるもんとかは、まあ、あの、多少はね、やっぱ、こう。わかります?。いい、いい感じに。なっんでしょうやっぱ使い込んだものが、また、こう、ビカビカになったら、やっぱ。かっこいいですね。まあ、革靴でもそうですね。ブーツでも。あー。 あの吐き込んだものってかっこいいじゃないですか、うん、見えますかねえー、とこ,こうやってピンと合うかなやっぱこう茶色いもんにしよう茶 <laughs> であとは、まあ、あの汚れたりするような色もありますけどそれはもう、あのー、僕はねあの消しゴムでねちょっと消してみたりとかね しますあのあまりこするこするということはねあんまりお勧めしませんねうんなんかあ優しくわりかしね丈夫なんやけどあのちょっとデリケートなとこもあるんですねけどあんまりそれをねあの,おあのなんていうんですかあのー、神経質にならずにねじゃあこれこれにラナパー塗ってみましょうやっぱり茶色いからこれね見えるしねちょっとこれをね 実践ししてみままょうかねちょっと、えーっと。ちょっとこうつけてもうほんまちょっとですよもうほんまボトボトになるからね。でえー、っとねちょっとまあ最初今こんな状態ねせっかく磨いたけどね今ねこんな状態ねこれがどういうふうになるかね。もうこれもまずあの片っぽだけしてみましょうかこっちだけね。ね、まあまああのエキゾチックレザーのとこはねちょっと塗ってあげましょうかね。 これであのほら半分半分どんな感じになるかこねそれで比べられた方がいいじゃないですかねはっきりこれパソコンより持ち歩いてた割にはあの重たいしねパソコンの方が今軽いしね何でもが今軽くなってますけどねいろいろ手で書いたもんとかいろんなもんがねここに入ってる思い出の写真とかねあの大切な名詞とかはこっちに全部入ってますねちょっっと待ってね <laughs> ね、こうやってね見ていただきながらですからねこれやっパンねここ優しくこう、ね、やってますねこうやっぱこうねこのハンドステッチのところあるでしょ、まあ、ボビーアートレザーに限,限ってですけどこれがですねこうやっぱこういう風な感じでこう何年も経ってこういう風に手入れしていくじゃないですかだからあの皮ひものヘりというかあの 要はカットしてる面とかあるでしょやっぱりこうスパッと切ってるじゃないですかあの断面断面ですよ断面がいい感じにレーザーがねこう柔らかくね優しくね馴染んでいくんですよねこれがいい感じになるんですよまあ今半分ねこうララパーでちょっとこうワックスがけみたいな感じまあね軽くですもうこれ少量なんですよ超少量それでえどんな感じになるかなパンわかります こっちがあの今ランナパーした方、ごめんごめんラナパしてないね, <laughs> ねこれこれあのでこっち側、えー、してない方これでこれでなんかこうわかるかなつはこっちはこっちであるでしょでこれ今はまああのランナパーを塗塗った言うんじゃないねラナランナパーを塗るまあ、塗る塗る塗りつけるわけじゃなくし薄く伸ばして、えー、こう磨いてあげたという感じですね。うん あの要はワックスをつけたいうことですねあのこんだけ変わりますねやっぱりこう画像で見たら分かりますねここを見たらこっちこっちみみが、えー、っと磨いた方こっちまだの方、ね、こんな感じでちょっとこっちもあのーえーねえー、こっちもちょっと続きやりましょうか、ね、あの別にその新たに、えー、つけなくてもですねもう十分十分ですよ。あのね。 これをですねやっぱりそのこのまま床に床にっていうかこうペタッとお家をしもうたらねなんかちょっ具合悪いんでねちょっとこう立てとくんですよ。<laughs> やっぱこう空気に触れさすというかあの <laughs>、うん、そんな感じにしてますね。なんか春やからねこうなんか新生活がもうすぐな、ね、ってる方も多いじゃないですかこう,こういろいろね。やっぱこういう傷,傷があったとしてもですねこの傷は傷はで こういうふうに、えーね、磨いてあげるとねいい感じでそれがそれで、えー、なんかこう自分の何かを刻んでくれるような気がしますね。こ、うん、これはこれはでで味,味ってよく言うですかちなみにですねこのラナパーっていう僕が使っているい、えー、ラナパーレザートリートメントってこなでこれはですねあの木工の家具とかあるじゃないですか。木工の家具とかにも 僕はこう使ったりしてますねもうビカビカになりますよ。<laughs> あの塗りすぎたらベタベタになるんでその辺のあんばはね、あのー、経験しながらっていうか、ねあのーうん、やっぱりね使い込んだものをこうもう一回磨くとですね、えー、汚れを取ってね磨くとおで多分この映像をもう一回、まあ、こアーカイブでね最初から見た時と比べたらあ多少はこうおこの。 深みが増したんじゃないでしょうかね。このわかります？このね、こんな感じでね。まあこんなまあやっぱこう茶色い方がこのかこういうなねこの色のついたあ <laughs> もまああのレザーでねあのした方がいいですね。<laughs> こういう,う実践はね、うん。まあそんな感じでですね。えー、今日はあレザーのお手入れ ね、これを生、ね、お手入れのこの作業をですね、えー、生配信させてもらいましたもうふだのねほんお手,お手入れはですね、えー、簡単なものでいいですし、えー、何もしなくて使い続けていくことが一番のレーザーに対して手入れなんでねふだんからこうやっぱりこう体に触れたり皮、えー、に触れて、えー、この体温の,この温度がですねいこの体温の,この温度が伝わるでしょこの温度 体温がのがまたそのいい感じでそのレザーをですねのこの表面の油分っていうかそれをですねこう優しく溶かしてくれるというか馴染ませてくれるというかこうふわっとなじて馴染ませねなるんでえあの普段からあのめでてあげてくださいねそんな風にして愛情を 込めててあげいいただければ幸いですそれではまた今月もですね最高の1ヶ月を過ごしていまいりましょう。それではまたお会いしましょう。ボビーでした。じゃあね。バイ。